一発目やるって言ったじゃん。じゃあ、お前、黙れ。てめえ、しゃべるなよ。ミケ、スタバー。あ、なに、あ、ボブズ。助けて。はい、クレマグです。おはようございます。うらです。ひなあられさゆめいです。あ、3月だから、うん、あ、3月、そうなの？3月3日。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。あいよいしょ、はい、歌えよ、誰も分かんない、そこ、お花をあげましょう、桃の花。いや、五人林の笛太鼓。あー、よいしょ。口から音源。今日は楽しいひな祭り。口から音源。というわけで、ひな祭りでした。みんな見てくれてありがとう。すげえだろ。というわけで、今回はサムネをご覧の通り、無限ドライブスルーやっていきたいと思います。イエーイ。まあ、こちらはね、はい、セイフラミンゴさんの方がよくやられてまして、はいはいはい、うちらね、見てて、はい、やってみてえなみたいな。やってみてえよな。やってみてえです。なんかうちらドライブスルーの企画とかやったことあるけどさ、結構無限ってやったことないの、うん、無限何々みたいなやったことなくて、なので今回はフラミンゴの2人がやってた無限ドライブスルーを私たちもやってみたいなと思います。はい、ドライブ企画に自体めっちゃ久々だよね。うん、マジ久しぶり。運転できるかな。大丈夫。いや、大丈夫。もしできなくてもうちらがやるから。あ、オッケー。カメラ回ってないとこでやられても困るよね。まだ早すぎる。今回はレンタカーなんで、私車持ってないから、はい、それが車買いましょう。そうですね。じゃあ車買いに行こうか。今日車を買いに行きます。はい、車買ってからドライブする。納車いつだ。あ、そう、5時までしか借りてないので、うん、あの事務所に車を届けるので、そこまでが、ミッションです。例えば最後と思って入って、あの帰り途中にドライブスルー見つけてしまったら、もうそこにも入るしかないので、はい、見て見ぬふりはできない、はい、だから見つけた方は必ず見つけたって言ってください。オッケー。無視はダメ。うちちょっと前しか見えてなくて、なんかもしかしてすごい遠くに見えたりとかあるかもしれないじゃん、うん、だから見つけたら見つけたって叫んで。オッケー。大声でね。大声で。小声は？え、ちょっとわかんないかもしれない。小声で叫んでみよう。一回じゃあ顔面めっちゃ叫んでるのに小声で叫んでみて。せーの。で、一回じゃあ運転、今おいで。あ、オッケー。運転して、うん、うちらは喋ってる、うん、で、エアだけ気づいたのね。オッケー。いや、いつもこのブドウの取れなくてもいいじゃん、別に来てた。可愛いよね、でもいいじゃん、別に言ったよ。あ、言った。絶対気づかないじゃん。気づかないか。じゃあやっぱ大声で言った方がいい。一回じゃその練習してみる。お腹すいたね。お腹すいたよ。何食べたい？な、見つけた。あれガソリンスタンドだ。まあ、じゃあさっき言って、見つけたら、うん。え、あさみ何食べたい？メインはね、でも牛丼とかいいよね。あ、見つけたー。え、なんか言った？まあこれぐらい大きい方が。今は何を見つけた時の見つけた？マック。あ、じゃあモス見つけた時は？見つけた。ケンタッキー。ミーケ。イケボだね。スタバ、スタバ、スタバ。あ、夜ね。絶対言ってない。忘れない。絶対よ。スタバあるからね。オッケー。で、お店へ着くじゃないですか。うん、そしたら1店舗で必ずみんな1商品は頼んでください。はい、それは別に食べ物じゃなくても飲み物でもいいの？何でもいいの？何でもいい。でもなんか例えばすき家に行って、うん、おしんこだけとかはちょっと動画的にキモい。ごめん、別にいいけど。いいけど、あの、キモい。そう、動画的にキモいから、そこはちゃんとやっぱりみんなが何を求めてるか考えて頼んでこう。いやさ、なんかさっきからウランいろいろ喋ってくれてるじゃん。でもウランのさ、唇が乾燥してるからさ、そこにしか目がいかなくて、一切内容入ってきてないみたいな。では早速やっていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。せーの、ペンペン。はい、ということで、はい、車に乗車しました。
今回の車めちゃくちゃ可愛いんです、ね、みんなに見せたいくらい。そうオレンジが入ってる。見つけたらなんて言うんでしたっけ。ミッケー。それ何の時。マック。スタバ。Are you ready? 腹減った、ね、なんか食べ物がいい、ね、全然食べたいよ。全然食べたい。全然食べたい。てなわけで、あ、あ、あ、って言ってみたかった。あ、言ってみたかったっけ。勢いでね。なるほどね。勢いが良ければ、何でもいいゲームしよう。チェン。あ、そうそう、そういうこと。あ、なるほどね。でもちょっと勢い足りない、それ。それだと、本気で思われちゃうから。チェン。あー。S! え、なんて言った。ブス。あー。A のターン。ドロー。違うぞ!しばくぞ。違う。感想、ね、リップ塗りました。大通りに入ったのでいやどんどん出てくるかと。まずはがっつり行きたい。まだ何も食べてない。ステーキステーキステーキってでも最近さ、そういうテイクアウト系増えてるじゃん。王将とかないかな。食べたい。ミーカドライブする。さすがにマックでもいいな。一発目マックあるかな。マックいいな。一発目ちょっとスタバ勘弁してほしいかもしれない、うん、あ、ねちょっと一つ言っていい。え、私さ一つだけね。お願い一つ、うん、一つ言っていい、うん、私ドライブする苦手なの。なんで。だって知らない人と喋んなきゃいけないから。そう、しかもこれはウランが注文するしかないから。確かに。いや、これを機にさ克服しようよ、ね、告白、うん、好きで好きで。そうそう。怖いもん。あ、エネオスミッケ入ろう入ろう。スルーしちゃダメだろ、そしたらスタバあるよ、そこ。え、ドライブスルー。いや、違う、多分違うと思う。ピーしかないかも。あ、ドライブスルー。あ、行け、レッツゴー。うわー、一発目やるって言ったじゃん。一発目ちょっとスタバ勘弁してほしいかもしれない。あ、ドライブスルー。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。あ、これ。え、何にする。食べ物がいいな、でも。え、でも喉も乾いてんだよね。ご飯系でもいいけどな。お、でもいっぱいある、うん、あ、粗挽きソーセージパン。ええもう。わ、でも甘いのここでしか食えないかな。あ、めっちゃうそうかも。粗挽きソーセージパン。シュガードーナツ。シュガーにする。うちも粗挽きソーセージパンにしよう。はい、お待たせいたしました。お伺いいたします。粗挽きソーセージパン3つ3点でお勧めてよろしいですか。はい。すいません、ソーセージパイがただいま2件しかない。あ、2個しかないって。あ、じゃあ、アンバターサンド。じゃあ、アンバターサンドちょっとアンバターサンド1つ首押さえてる、大丈夫。飲み物飲み物と、ほうじ茶クラシックティーラテ。ほうじ茶のクラシックティーラテ1つと、あと、スターバックスラテのアイスで、トールで。以上です。はい、ありがとうございます。何笑ってんだよ。すいません、ふざけてるわけじゃない。絶対めんどくさい客って思われたわ。いやだ、お前のせいで。本当にやだ。はい、マジおもろい。ありがとうございます。ます。では、スターバックスで、はい、買ってきました。ブランが頑張って注文してくれました。本当になんかつぼっちゃって、あの笑ってしまったんですけど、はい、ふざけのついてねえし。いただきます。と、私は黙れ黙れ全然しゃべるなよ。こちら、私クラシックティーラテを頼みました。うん、うまっ。うまっ。いただきます。うまっ。なんだこれは。マック欲しいね。ちょっとマック来てくれ。これで牛丼屋とか来たら最悪だな。一発目っていいね。うん、一番幸せ。今は幸せな時間だよ。何店舗回れるかな、今日だけ。ね、今のところドライブスルーはなさそうです。食べ物以外のドライブスルーってあるのかな。うん、なんか言った、うん、お前ら話が噛み合ってない。やばい、今日つぼらさん一緒ですよ。先生の裏なのに。マジなくね。ないね。うちが覚えてる限り、このレーンにもう一個スタバあるんですよ。そこがドライブスルーあるの。これ、ないじゃん。ないね。そんなことないじゃん。なんだっけこれ。見たことないじゃん。ラーメンとかないかな。あ、でもそのなんかヘイフラさんの見た時はリンガーハットなんかあって。食べた。食べたよね。うん。ちょっとリンガーハットのドライブスルーどこにあるか調べよう。ちゃんと目凝らしてね。凝らしてます。大宮とか東京、これなんていうの？東急ルベーテ。東久留米。あ、
今のカットダメだめ、ね、使いますカットするわけがない、うん、天然温泉だって、日帰り、こんなとこに、ね、地下から掘ってるってことですか、うん、本当に天然、ここの方、そうなんです、地下から掘って、本当に天然なんですか、天然です、え、人工じゃなくて、あ、天然なんですよ、え、掘り上げてるってことですか、そうなんですよ、なんか湧き出てきて、これもしかして温泉じゃねえ、湧きから出てきたんですか、そう、湧きから出てきて温泉じゃねってなって、うんうん、これ温泉だってなって、じゃあここに温泉を建てましょうってことで日帰り温泉を建てました、なんで日帰りなんですか、やっぱ泊まられると、なんで泊まれないんですか、いや、泊まられると結構迷惑っていうか泊まりたいです、お願いします、いや、ちょっと可愛い子限定、え、じゃあいいですか、いや、いけますね、いいです、ありがとうございます、ありがとうございますシンさんいりますか、ハイレじゃない、ハイレじゃない、可愛い子限定ってことで、あなたメイクすらしてないですよね、で、だからこそだからこそ可愛いです、はい、ないもんだね、うん、へー、ないわ、こっち側が今ご飯系がないです、うん、私たちが走ってるゾーン、ね、マジでラーメン、ラーメン、ラーメン、マーメン、あ、マックってマーメン、マーメン、なんかさ、右側にさ、うん、スキヤかなと思って今見せたんだけどさ、うん、あれエネオスエネオスのさ、CM ってどんなのだったっけ、エネルギーを素敵にエネオス、よくそんなパッと出てくるな、すごいね、うん、です、姉さん、姉さん、はい、こんなにねえもんすか、ねえもんすね、いやでもなくてもいいよ別にダメだろあ、サイゼリアだ、お前びっくりした、食べたい、え、あさみ工業だって、え、夜夜あさみ工業、夜夜夜夜夜夜ドライブしろできるよ、え、できないできない、レッツゴーレッツゴーレッツゴーしない、一回 U ターンします、やめろやめろ、エネルギーを素敵にエネオス、なんか違う。力音源しない。あ、エネルギーを素敵。言って歌ってみて。エネルギーを素敵に。あ、ミケ！スタメン！恥ずかしい、恥ずかしいから。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ゴー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 。恥ずかしいよ。もういらない。スタメンいらない。恥ずかしいって。スタメン持ってさ、入るの。で、ちょっとこれ隠しといて。恥ずかしいから。いいよいいよ、2杯目ってことで。常連だと思わせよ。でも飲み物はさ、あっていいよ。いや、じゃあ甘いのに食べようかな。じゃあ麺しょっぱいのに。米食べたい。では、2軒目スタバ入りました。やばい、またつぶっちゃう。待って、スタバ。ちゃんと頼んでね。わかった。食べ物にする。何にしようよ。粗挽きソーセージパイ。大丈夫？お客様、こんにちは。ようこそ、スタバクテ。はい、お客様のご注文お決まりでしたら伺います、ちょっと待ってください、え、どうしよう、はい、お決まりの頃に伺いますね、はい、桜シフォンケーキ、え、あさみが粗挽き、オッケー、裏は粗挽き、またいや、桜シフォンケーキ、飲み物は、え、飲み物いらない、買ってこいよ一応じゃあスターバックスなんておいお願いします、はい、伺います、カモン、粗挽きソーセージパイ2つと粗挽きソーセージパイが2つ、はい、はい、シフォン、シフォン、うん、桜シフォンケーキ1つ、はい、桜のシフォンケーキと1つ、はい、あとスターバックスラテのトールアイスで、はい、ありがとうございます、はい、ということで2軒目スターバックスで粗挽きソーセージパイ2個、桜シフォンケーキ1個と、あとクラシックティーラテ、はい、を頼みました、イエーイ、え、スターバックスラテ、スターバックスラテだって、はい、どうぞ、ありがとうございます、裏に関しては2本目の粗挽きソーセージパイです、あ、え、なに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 、あ、反対車線、マック、反対はいけないかも、ドライブスルー反対です、ごめんごめんごめん、マック行きたいケロ、いただきます、マックに行きたいケロ、行きたいマック、あ、じゃあ新しいの頼んだんで、そう、あ、あさみちゃん美味しいですか、うまい、これ見てください、え、意外とでけえ、こんな軽いの、わかんねえ軽さわかんねえ、ね、ちっちゃい時にね、シフォンケーキをママがよく作ってたの、うん、でもそれに飽きちゃって、うん、ちっちゃい時なんか途中からシフォンケーキってふわふわじゃん、うん、それ目丸めて潰してあお前さちっちゃく丸めてたらしい、かわいそう、ママ決してデジャブではございません、デジャブではフランさんは、うん、
冷たい飲み物を頼んだはずなのに、え、うち言ったっけホットって。いや、アイスって言ってた。うん、なのにあの人緊張してたのかな。ホットが届きました。ウランさんめっちゃブチギレでした。かわいすぎて緊張しちゃったんじゃない。私が、いや、多分逆。え、どうだろう、ひどすぎて多分あんま聞く耳持ってなかったんだと思う。ふざけんなよ。いただきます。はい、どうぞ。ふざけんよ。桜とか好き。うんうん、うん、桜って何なの。桜って何なの。なんか桜の香りがする。あ、すげえ、桜だ。桜、バチ桜。今全国のマグネッコの桜ちゃんが喜んでる。うん、桜、桜ちゃん、うまい。じゃあ一応なく名前呼んであげよう。アリサ、アヤ、ルナ、アヤカ、ナナ、あー、ユウスケ、トモゾウ。いるよ、おじまぐいる、絶対。じゃあおじまぐ世代の名前考える。うん、結構いるんだよ、おじまぐですって。みつひこ、あー、みつひこ、かつひこ、ひこ攻めすんの。ひこ攻めすんの。女子かつ、しのぶ。シフォンケーキってうまくない。うまい。めっちゃ話しとんの。なんか軽い、ふわふわ、うん、ごちそうさま。マジおすすめ、あらぶきパイ、おいしいね。うん、最後どうぞ、赤森。ガスト、ガストないか、さすがに。食べたーん。クラシックティーだって、ぜひ飲んでみてください。おすすめティースなんか日本語バグってる今日。東京なんだ。東京、ディリッ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 ディディリッ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 ディ坊主が屏風に上手に、あ、なんだっけ、坊主が、坊主が、坊主が、坊主、急にアメリカ、エスニア、エケ、ドライブスルーある？ドライブスルー、え、あ、す、あ、ドライブスルーだよ、ほら、え、違う、ない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 、あー、好きやー、いいよもう、好きや、好きや好きや、見て黙れよ。マック欲しい。いやでもな。いや米が食いたくてしょうがない。わかる。米で何？牛丼しかなくない？なくない？牛丼でしょ。あとあれカツヤとか。うどんとかがいいな。丸亀製麺ないかな。うどんどうやって食うんだよ。ね、ちょっと変だなって思ってね。思った。思ってね。思っちゃった。皆さん、かれこれ、はい、30分ほど、はい、私運転してるんですけど、はい、見つかりません。全然ない。で、さっきなんかすき家あって、あ、あるから回そうかなって思ったら、そこもドライブスルーがなく、マクドナルドも探してるんですけどもね。なんでさ、こういう時に限ってマックとかないの、ね、タイムリミットあと2時間、あと2時間。今うちらスタバしか食べてない。そして私なんか2杯目飲んでるからお腹痛くなってきた。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、今日おむつ履いてきた。あ、ほんま。連続でスタバ来たもんな。え、まだ飲み終わってない。うん、でっくらい、これマジ美味しい。でっかいサイズで取る。うまい。じゃあ出てくんじゃない。何がしたら、なんかいろいろさありそうじゃない。てかさ、ビッグボーイって結構ない？ある。ビッグボーイ、私働いてました。ビッグボーイ。え、ビッグボーイとして？ビッグボーイとして働いてました。そうね。うん。雨の日はちょっときつかった。どれぐらいもらえるの、お金とか？え、でも時給2800円だから。やっぱりちょっと体力使うじゃん。あ、そっか。ずっと同じ格好してハンバーグ持ってなきゃいけないから。だから何ヶ月、半年ぐらいかな、うん、やったんだけど、まあ、右手だけ鍛えられた。あ、ずっとこうハンバーグ持ってないって。こうやってハンバーグ。お兄さん手振ってたの。手振ってあげないよ。今手振ってた。そう、振ればよかった。そういうの気づいてあげないとさ、やっぱ、ね、ファンさっていうのはやっぱりやられて嬉しくない人いないから、うん、ファン、しかも狙っていかないとね。そう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 、とことん自分たちで。どういうこと？え、とことん自分たちに狙っていかないと、ね、誰を狙って。男男。ちょっと戻りたいです、ナビさん。ねえ、ナビタイム。
ナビタイム。私は絶対にどこかで戻ります。通してください。はい。戻ってどこ。いろいろやばいっすね。え、マジでさ、全然ないね、うん、なんかお店屋さん自体は結構あるんですけど、ね、今も隣にここね、ロイヤルホストとかあとしゃぶしゃぶとかあるんですけど、ドライブスルー自体があんまりないです。ちょっと曲がってみよう。めっちゃさ、きついのかと思ってたけど逆の意味できつい。いやそれ、ね、うまいね君。ありがとう。君うまい。ありがとうございます。口がうまいね。ファミレスどこが一番好き、せーのでよ。待って、ファミレス。オッケーオッケー。サイゼリアもファミレス。うん、ちょっと待って、ちょっと待って。いっせーので、ココス。ココス。え、ガスト。ココス。デニーズ。やだー、バラバラだ。よっしゃしゃった。うちら企画やるときさ、バラバラでいけるじゃん。確かに。あ、そういうこと。普通に被んなくて仲悪いから嬉しいの意味だった。なんでそっちになる。え、もうそっちだ。なんでだよね。なわけないじゃん。企画やるときばらけられるねって話。でもデニーズと迷った。え、デニーズ前よね。フラワー。うん、なんか何、ドライブスルーとは程遠い場所に来たね。ね。違う、あ、今ね、青梅街道に向かってます。あ、はいはいはい、ショートカット、あ、ショートカット、かっけえ。あ、エネオス。ええー、エネオスもう忘れたでしょ。エネオス忘れた。なに、コスモ石油。え、コスモ石油ってのはどうだろう。心のあまたにコスモ石油。終わり。今日歌うだけ。パナソニック。パナソニック。ね、もうダメですか、ファミリーマートとか。ダメ。一回スルーするんで、あの、A を下ろしてスルーするんで。なんでだよ。それなら OK じゃない。スルーするんで。え、どじゃれ言ってんの自分。めっちゃおもろい。おもろすぎた。わあ、このタクシー好き。あ、ドミノ。ドミノ。ピーザーザーだけ入ってくんな。え、裏ほら焼きたてパンだったよ。え、どこ？どこ？今ウランって言ったんだけど。あ、こちら。あ、ここか。はい、あ、ちょっと前に進みます。見せたいので。私たちはかれこれどれくらい探し回ってますかね。1時間くらい探し回ってるんですけども、未だに何も見つからずに、今新宿の方に来たんですけど。新宿じゃなくなっちゃった。はいはい、だそうです。文京区。はい。ってことで、まだ探してるんですけども。そろそろ本当にマジスタバで終わるのはちょっと気が引けるというか。勘弁勘弁、マジ勘弁で、なんと皆さん今日新宿で私たちの車グトラックが走ってるらしいです。ちょっと見たいよね。見たい。でもあと25分でトラックの休憩に入って。えー、やばい。いけるかな。これ何なの本当にこの動画。助けて、文京区。お前さ、ねえ、一回だけ後ろ見て。お願い、ついてきて。こっちに合わせて。あ、こっちに合わせてする。まあ、追いついてこい。もう疲れてるから。なんでお前疲れてるんだ。こっちだろうよ。一番お前は余計なとこで体力使いすぎ。そうそう。ね、道のブレーキ強いみたいじゃん。じゃあうちこうやってやってたらさ。なんちゃんシートベルトつけてんですかって。え、本当だ。見えない。全然見えない。埋もれちゃって。簡易。簡易。ちょっと今度は。ちゃんと調べてから行こう。うん、都内を出よう、うん。こっちはさ、頭に入ってないじゃん。ドライブスルーがどこにあるとか。あの、福島でリベンジ。なんか機会があればね。そうだね。機会があればね。うん、機会があれば。あったあったあった。え、あったー。え、どこどこどこ。マック。あったあった。ここここ。え、何頼む。決めとけ。パンタグレープとポッチって。ポテト。メモ。ナゲット、ポテト。じゃあポテトの人。あげるよ。あ、うん。何？早く。チュロス食べようかなって思った。めっちゃ思った。ちょっと迷った。え、どうしようかな。ポテトは？ポテト S、ナゲット、ソーキンビチョ、ソフトクリーム。ポテトなしで。ナゲットとそれ。レオ、ポテト S と草原みっちゃん。オッケー。頼みます。ここの、ここは来たことあるね。あるね。こちらも。もうちょっと回れると思ってるの。以上です。はい、ありがとうございます。こちらはスプリットのチョコアーモンドです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、はい、ということで席替えしました。イエーイ。なんか裏の隣にいたら、うん、ちょっと変なテンション映っちゃうんでちょっと浅見の後ろのテンションに合わせるということで、ね、私後ろに行きました。ありがとう。はい、ということでポテト S とアールグレイティの S です。ワッフルコーンとナゲット、ナゲッツで、ウランがポテトの M とサンタの M です。うまっ。今度さ、うん、無限コンビニやる。うん、まだ皆さん終わってはないですからね。はい、うん、見つけたら入る、うん、やっと3店舗目。さすがに腹減ってたね。もっと食いたかった。うん、米、米こい、米好きやはあるけどドライブスルーないね。車がトラックが通るかもしれません。入るか。え、いつもですか、いつも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 、すごいね、すごいタイミングじゃない、うん、目の前走ったよ。目の前通ってった。2回目のトラックは見れなかったんです、ずっと。だから今回が、今が初めてね。嬉しい。しかも可愛いとこだったね。うんね、あのジャージのあれ一番好き。私もエアのイメージカラーは何、何なんだろうね。黄色、黄色、緑、黄色、黄色。でも一回お城さんには緑って、てかさ、なんかのさ、絶対バランスあれさ、緑って書かれてなかったっけ。え、そうなの。なんだっけ。でも緑と青と赤ってなんか黄色っていうかオレンジがいいな、黄色より。あ、まあオレンジでいいと思うね。オレンジみたいな顔してるもん。なんかエアはオレンジっぽいわ。元気、太陽って感じ。 あ、太陽、そうそう、サンって感じ。そう、カニ。何言ってんのこいつ。サンサンって感じ。サンサン。アサミは雨って感じ。あー、うん、しとしと、しとしと、なんかしんみりと、しんみりね。そう、麗しい。ディメディメ。ウランは、ウランはね、日中照明。暑すぎて、暑すぎみたいな。で、うち熱中症だけ。ウラン熱中症。熱中症。あと、なんだろう、ウランのイメージは燃えやすい。炎上的な。そう。炎上系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 。ハピハピ。うん。幸せみたいな。パーティー。ハピハピ。ダルさん。ダルさん。いや知ってるダルさん。ダルさんですよね。ダルダルイングリッシュ。ダル。知らないよ。知らないだろさ。お前らさ、エアの知らない話するの好きだよな。お前が知らなすぎる。それに関してはマジでピラミキーノだもん。知らない。やっぱりうちあれだな、恥ずかしがらずにパペピプ、恥ずかしがってちゃダメピプ。何それ。女の子座って出るときは出るのよ、パピプペプー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 。知らない。知らない。おなら恥ずかしくないよ。いや恥ずかしいんだよ。ピラ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 って知らん。知らない。じゃあ今の聞いて振り踊ってみて、こんなかなって。ピラ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 。トラックが今日は原宿渋谷回ってないので、クレマグ号が原宿回りたいと思います。お願いします。気づくのかな、中にいたら。まだ開いたら気づくかな。こんにちは、クレマグ号です。ちょっとしょぼいですけれども。ちょっとしょぼいですけれども、クレマグ号です。あのトラックは回ってないですけど、クレマグ本人が今回っております。はい、今企画中ですので、たあの食べておりますが申し訳ございません。普段しか食べてないからさ、そういう目で見られる。食べ終わったの。食べ終わった、はい、あとこれ飲んだら終わり。エアはではただいまより、はい、渋谷に向かっていきます。はい、イエッサー。で、うちら何してんの。え、てかさ、なかったよね、ドライブする。ないないない。そうさ、エア特に。ないない。なかったけど、何してんの。いや、スクランブルブルエッグに行きます。スクランブルブルエッグ。人多いね。うん。ちょっと恥ずかしい、一人で前乗ってんの。今、一人だと思ってる。後ろに一応二人乗ってるよね。あ、ごめんね。うん。裏バレてるよ。止まってます、今、ファンの子が。ファンの子じゃないかも。え、誰こいつって止まってんのじゃ。来た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 来てよ。すごいね。うらよかったね。お前。自動。パキッと止まったら。でうちがここに乗ってるからありんだよ。わかるみんな。でもうちらね、別に気づいてない。ね、うらちょっとさ、ちょっと目立つような動き一回すまんね。いや、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 いや
れが深い。誰も見てない誰も見てない。そうね。Tomorrow, I love you. Tomorrow, 明日は幸せ。あ、そのつもりだと思ってた。あ、だってアニーだからさ、今多分赤髪のつもりで歌ってたっぽいから。黒髪アフロ。黒髪アフロ。そう。なになに？何？何？その心配は大丈夫？誰誰？コニちゃんになんないです。コニちゃん黒髪だっけ？あれ黒じゃなかったっけ？黒だよね確か。コニちゃんは黒だよ。黒嘘黒だっけ？コニは黒。コニっていうの？てめえの友達じゃない。コニっていうの。ウランやる？100万だったら。やんないやんない。いくらだったやる？いくらでもやんないよ。絶対やんないの？絶対やんないよ。一軒家あげるってよでも。一軒家もらっても。もらってもやんないの？うん。サプライズ捨てた方がいい。はい、というわけで、はい、多分前半の多分私たちライブスルーやってたと思うんですけど、うん、よりあの後半の方が取れ高を取っているという謎の現象が起きているんですけれども、まあ、前半後半とともに楽しんでいただけたんではないでしょうか。はい、そろそろ車を返す時間ということで、はい、今そちらに向かっているんですけれども、うん、今日は皆さんいかがでしたでしょうか。楽しかったです。なんか久しぶり の, あのドライブだったんで、はい、すごい気分転換にもなりました。てなわけで皆さんいかがだったでしょうか、はい、いかがだったでしょうか。またやってほしければコメントしていただけると嬉しいです。はい、私たちもちょっと今日は不発でしたね、ドライブスルーに関しては、ね、まあまあまあ、なのでまたバン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 来いよって感じなので、はい、やっていけたらなと思います、はい、では皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。ウランのあの黒髪パーマじゃないアフロ見たい方ぜひコメント欄であのその見たいよっていうコメントお待ちしております。お願いします。もしかしたらウランの意思が変わるかもしれません。お願いします。変えてください。はい、お願いします。変わりません。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。みんな見てくれてありがとう。安全運転を心がけましょう。今日も一日頑張ろう。おやすみなさい。